り講師。各釣り場のルールやマナーを守り、楽しく釣りをしましょう。はい、どうも、釣り講師の修士です。部屋の方から今日はオープニングをお送りします。なんでかというと、ただ単にオープニングを取らずにそのまま水曜日にしまったというわけのわかんない失態をしました。今日はですね、今回は阿寒湖の方でバサギ釣りをしてきました。トラブルありからの奇跡が起き、最後にあいつが釣れたんじゃないかという疑惑がある中での今回の動画になっております。前回の登録と続けてワカサギ釣りシリーズ第2弾のことで、ぜひ見てほしいなっていうのと、まあ、あとはね、なんとなくの普段やってるまた今回の雰囲気なんで、そんな特に何かこう解説とかはあまり入ってはいないんですけど、まあ、ぜひぜひ見てほしいなと思います。それではどうぞ。釣り講師のチャンネル登録し、びっくりするくらい牛牛が喋らないので、ゆっくりが解説していきます。ストーブに燃料を入れすぎ、ポンピングもしたせいで燃料がむって軽く炎上しました。消火した時に水が入ってしまい、点火できません。極寒の中でのワカサギ釣り、ガイドもラインも縛れてうまく電動リールが動きません。ガイドが縛れているので仕掛けが落ちていかず悪戦苦闘。ダメ元でポンピングして、着火をしてみるが、水が入っているのか点火せず。諦めて極寒ワカサギ釣り。電動リールは諦めて手巻きのリールに変更。深さがあるので、手で巻くだけでも一苦労。おお、ダブルヒットですね。ワカサギダブルヒット。頑固は深いからね、しんどい。ガイドやロッドが、リールがもう縛れて、和訳なんで。電動使えれば、手巻きが。久々に手巻きでやったらこんなに大変とは。深みのあるとこはマジで電動リールの方が絶対いいのにね。おお、いいサイズだ。生まれてっけ。わかるかな。気温も少し上がって、電動リールも使えるようになりました。結構アカンコもコンスタントに続けて、すげえ、トラブルがね、なければもう100ぐらいはいつんじゃないかなっていうぐらい勢いです。時間になると有料券購入の時間になるんで、1100円を必ず払ってください。
んとかこんとか火が起きましたね。あとは火が落ち着くのを待って大炎上しないように見守ります。奇跡的にお湯がね、沸かせるようになったのでカップラーメン食うか。いただきます。食べました。ごちそうさまでした。この極寒で食うカップラーメンは最高だ。コーヒーでも持ってくださいな、終わったら。その後も調子よくワカサギを釣っていく牛牛。右に3匹釣るけど3つで、おお4匹だ。今度船内の、おお見てこれ、おあやでね、1,2,3,4,5匹全部かかってる。あや、なんか重たいね、すごい。変えますか、もしかして。あ、雨だ。すごい火を一瞬感じたんだけど、釣り子牛、はい、いかがだったでしょうか。200匹超えはできたんで結構粘ったんですけどね。途中アメマスっぽいのかかったりして、アメマスもねあの辺いるんでなんとも言えないんですけど、マス系のものが多分かかった瞬間あたりから当たりがね止まったりしてたんで、けどまあ200超えれたんでよかったなっていう感じですね。この先はね、あと1回2回ぐらいできたらいいなっていうのと、視聴者さんからのご要望リクエストが多いアミマス頑張って、ね、いきたい。結構、ね、最近あの視聴者さんとも会ったりするんで、応援メッセージいただいたり応援の言葉すごい、励みになってますので、なんとしてもでかいアミマスを釣りたいなと思ってますんで、ぜひ次の動画もお楽しみにしてください。チャンネル登録しない人はぜひチャンネル登録の方お願いします。高評価もお願いします。それではさよなら。ジョニーコーン、見たことないこのスタイル、やり方不作、Make everyone smile。 ジョニーコーン、チャンネル登録しろ、どんどんフィッシングバラエティショー。釣り講師。